はい、今回レクサスからですね、新型 LX のフルモデルチェンジの情報が入ってきたんで、まあ、デザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介します。現行型の社名は LX570 なんですけどね、新型に関しては社名が変更して600として発売、まあ、すでに商標登録済みで570から600でですね、社名が変更されます。で、プラットフォームが TNGA トヨタニューグローバルアーキテクチャー、マシン開発のプラットフォームをベースにラダーフレームを採用、現行型も200機をベースに開発されて、で、新型 LX600 に関してもランクル次期300系と同じ新開発のラダーフレームを採用、ランクル300系新型ランクルに関してはもうスパイショットというかリーク画像の方が流れてますよね。で、簡単に歴史の方もさらっと紹介して、初代 LX が登場したのが25年前1996年に LX450 として登場、当時は日本の方で発売しなくて、レクサス初のプレミアム SUV として主に北米で発売、トヨタランクル80系をベースに開発されて、製造国はもちろん日本ですね。先代先々代から日本で製造して、で、初代のボディサイズ全長が 4m82、 車幅が 1m93、 全高は 1m85、 アメ車としてはボディサイズは小さい方なんですかね、まあ、国産車の中ではかなり大型のボディサイズなんですけど、まあ、現行型に比べたら一回り小さいですよね。車幅が2センチ狭いだけで、まあ、全長とか全高は一回り小さいですね。で、エンジンが一つ V6 ではなくて直列6気筒で 4.5 リッターの 4500cc で、で、1年間か2年間、2年間しか販売してなくて、で、2代目が1998年か2007年まで約10年間ですね、LX470 として発売。で、ボディサイズも一回りアップして、全高以外ですね、全長と車幅が大きくなって、全長が 4m89、車幅が 1m94 で、全高が 1m85、2代目のパワーユニットが V 型8気筒 4.7 リッター V8 4.7 リッターで275馬力で、2007年ですね、現行型の LX570 が発売して、 LX570 も発売当初は日本では発売しなくて、2度目のマイナーチェンジで日本にも導入して2015年9月14日に発売を開始、発売当初は3列シートだったのが、まあ、2017年8月の改良で2列シートの乗車定員が5名バージョンも追加して、だから2015年に日本で発売開始してからビッグマイナーチェンジはないんですよね。改良とか特別乗車の追加は何回かあったんですけどね。最近だと去年の8月6日にボディ色の追加と燃費表記ですね、 JC08 か、まあ、WLTC に燃費表記を変更して、で、ボディ色は2色マーキュリーグレーマイカとディープブルーマイカが廃止して、テレーンカーキーマイカが加わり、全5色のラインナップに変更、まあ、ボディ色の廃止とボディ色の新追加と、で、燃費表記の変更ですね。で、こっから新型 LX の情報で、エクステリアデザインはキープコンセプトながらも先進感のあるより豪華なデザインへ、ウィンドウはシーピラーとその後方を分断、ボディ同色のパネルを取り入れ、フロントのスピンドルグリルは縦型直線的なデザインになり、それに合わせたディフューザーもワイド感を強調、新しいラグジュアリーの方向性を表現したフラッグシップクロスオーバーへ、
最上級のフラッグシップ車ですね。 LX、GX、DRX、NX、UX ですね。で、高い空力性能を実現するなど新開発のプラットフォームを採用により低重心化ボディ剛性がアップ、まあ、現行型から大幅に進化を果たす。で、インテリアは現行型に比べて現代風へ進化し、メーターなどに液晶パネルを採用、現行よりも広い室内空間、新装備を追加、大型ワイドタッチスクリーンの T コネクト、 SD ナビ、JBL プレミアムサウンドシステムで、カラーヘッドアップディスプレイを搭載。 ES300H に初採用されたデジタルアウターミラーを採用。カメラ部を水滴が付着しにくい形状としたほか、ディスプレイを室内に搭載することで天候の影響を受けにくい優れた視認性を確保。で、フロントピラー部に設置された5インチディスプレイに表示、まあ、ドアミラーの代わりにですね、アウターミラーが採用されて、で、ボディサイズ上が新型でしたが現行型ですね。新型のボディサイズは全長が 5m10cm で、車幅が 1m98、 前高は 1m90、 現行型が全長 5m8cm なんで 2cm ですね。全長が延長して、で、車幅は同じで 1m98、 前高は 1m91cm なんで 1cm だけですね。前高が下がって、で、ホイールベースは一緒で 2m85 で、最低地上高が 22.5cm で、最小回転半径は 5.9m、 結構小回りが効くんですね。で、エンジンの方が現行型が V 型8気筒の 5.7 リッターエンジンなのが、新型は2つ、1つ目が新開発の V 型6気筒の 3.5 リッターツインターボエンジン、421馬力、61kg で、トランスミッションがツインターボの方が10速 AT で、現行型の V8 5.7リッターは8速 AT ですよね。で、もう一つが 600H ハイブリッド仕様で V 型6気筒の 3.5 リッターエンジンプラスモーター、299馬力、348Nm、トータルで358馬力で、トランスミッションが電気式無段変速機 CVT で、駆動方式はフルタイム4駆、18インチ、19インチがなくて20インチか21インチのアルミホイールがラインナップ。で、乗車定員はもう発売当初から3列シートの8名乗車と2列シートの5名乗車があって、できれば7名乗車も追加してほしいですよね。燃費、現行型が 6.6 キロパーリッターで、まあ、かなり燃費悪いですよね。で、新型のガソリン車ツインターボの方が 6.9 キロパーリッターで、 3.5 リッタープラスモーターのハイブリッドの方が、 600H の方が 9.7 キロパーリッターで、まあ、ボディサイズも大きいですし車重も重たいですからね。安全装備では普及型安全パッケージ、レクサスセーフティーシステムプラスが最新世代を搭載、事故発生の可能性を下げるとともに万が一の事故発生時にも被害低減が向上、プリクラスセーフティーが昼間夜間の歩行者、昼間自転車に対応してレーンディパーチャーアラートだけでなくてレーントレーシングも設定して、で、クルコンの方がカーブ路での先行車への探知性能が向上、料金所前での自動速度制御を実現。で、価格の方が1130万弱だったのが、ガソリン車のツインターボの方が1100万切って1090万円。まあ、それでもめちゃくちゃ高いですけどね。 600H のハイブリッドの方が1149万ぐらいなんじゃないかっていう情報です。
で発売時期に関しては2021年の10月号に、まあ、もしかしたら冬号にずれ込む可能性はありますけど、今年度中、2021年度中には発売予定という情報です。はい、ということで今回新型 LX600 の最新情報として、内外装のデザインとスペックで、装備類と価格と発売時期について紹介しました。